はい、みちゃまです。子供の成績が上がらない、勉強効率が悪い、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は、2020年9月に行ったですね、みちゃま留学習法勉強会、これのちょっと、ね、様子を紹介したいと思います。というのもですね、まあ僕自身、これまでね、もう長い間子供たちに直接効率のいい勉強法を教えるというね、そういった勉強会をもう長い間、実践してきました。今年もね、同じように行ったんですが、まあ今までとは少し違った形で行ったんですね。なので実際どんな様子だったかとか、どんなアンケートをいただいたのかとか、この辺はちょっと今日は詳しくお話ししたいと思います。まあ、これからですね、今後僕のね、勉強会にね、少しでも参加してみたいなとか、ちょっと興味があるなっていう場合は、まあ、今回の内容を見ていただくと、参加しようかどうかをね、決める上で参考になると思うので、ぜひ、見ていただければと思います。はい、じゃあまず最初にですね、今年は Zoom で開催っていう話から、していきたいと思います。実はですね、例年、この勉強会というのは、まあ、全国ですね、東京、大阪、名古屋、福岡、この4カ所で、会議室に子どもたちに来ていただいてですね、そこで、内容を伝えていたんですね。まあ、具体的にこんな、様子です。こんな感じで、まあ、全国でみんなね、会議室に来てもらって、そこで効率のいい道山留学習法をこう教えていました。まあ、ただ、今年はですね、さすがに、会議室に集まっていただくのはね、ちょっとリスクがあるなということで、まあ、初めて、ズームを使ったオンライン形式で行ったんですね。で、この、まあ、様子としてはね、こんな、感じでした。で、Zoom 自体はね、実は2020年の8月に行った高校受験対策勉強会。こちらでもね、Zoom を使った形で行ったんですが、まあ、今回は2回目ということで、少しね、ちょっと前回の反省も踏まえて、少しね、パワーアップして行ったような流れになります。はい、次に満足度は 94% という話を、していきたいと思います。毎回ですね、勉強会のが終わった後にはアンケートをお願いしているんですね。どういうアンケートかというと、まあ、今回の勉強会、満足度は何点でしたかと。まあ、最高が100点、っていう感じでね、アンケートをこう自由に記載してもらっているんですが、今回その結果をね、ちょっと公開したいと思います。結論から言うと、100点が39人、90点が、27人、80点が11人、70点以下が5人という感じでした。で、毎回80点以上満足という形で、満足度っていうものをこう出しているんですが、今回はね、94% でした。で、この数字、まあ、多いかは少ないかっていうのはね、人それぞれ考え方違うと思うんですが、まあ、僕としてはね、まず、最低限の点はかなり取れたかなと思います。で、ただですね、普段、会議室で行っている場合、っていうのはやっぱり 97% とかね、まあ、それぐらいの点数なので、そこと比べると若干ね、下がってしまったかなと思います。まあ、このあたりはね、やっぱり、どうしても直接会うことができない分、少しね、満足度が下がってしまったっていうのはあるかなと思います。まあ、ただ、そういった中ではね、こう、オンラインでしかできない中では、やっぱりね、自分なりには結構ね、うまくいったのかなと思いました。はい、じゃあ次にですね、今後の改善策っていう話も、していきたいと思います。まあ、今回ね、たくさんの方にね、全部で100名、100組、200名近い方にね、参加していただきました。まあ、当日ね、直接参加できた方は多分半分くらいだと思うのでね、先ほどのアンケートはね、全部いただいてるわけではないんですが、それぐらいのね、人数の方に参加していただきました。で、こちらもいろんな準備を進めていったんですが、2つね、今後の改善策があったなと思いました。まず1つ目が、レジュメですね。今回直接お子さんの家庭にね、こうお送りしてね、レジュメを受けて、いただくって形だったんですが、1名だけですね、ちょっとね、間違ってレジュメが届いていた方がいたんですね。もうこれは本当にね、申し訳なく思いました。もしこの動画を見てくださっていたら、間違ったレジュメの方にはね、ちゃんとそれなりのね、返金等を含めた対応もしたいと思いますので、連絡いただければと思います。で、こういったやっぱミスがあったのはね、本当にこちらのね、ミスだったので、申し訳なかったなと思ったんですが、まあ、今後はね、やっぱり事前に、どういうレジュメがあって、ちゃんと届いてるかっていうのはやっぱり1週間くらい前にしっかり確認するってことがね、必要かなと思いました。はい、で、もう一つがですね、内容を間違えて参加されていた方がいました。これはどういうことかというと、まあ、募集ページの方にですね、今回は、もともとやる気があると、きちんと子供自身がやる気があって、参加意欲がある方しか参加できない勉強会ですよってことをこう募集ページの方に書いてあったんですが、やっぱりね、募集ページ結構長いので、なかなかね、そこまで目が行き届かなかったって方もね、いました。まあ、その結果、子供のね、やる気を引き出してくれるための勉強会だと思って、参加されたって方が
いらっしゃったんですね。で、これはまあ僕のね、この販売ページのね、作りがちょっと良くなかったかなっていうふうに、反省しました。ちなみにこの子供のやる気がない子、ない子向けにはですね、まあ僕がこう、何か声をかけてやる気を出すっていうよりも、お父さんお母さんの声かけ方法を変えた方が、すぐにやる気って上がるんですね。で、実際に4月に、高校受験やる気アップ勉強会。これは高校受験のやる気を引き出すものです。あと6月に定期テストやる気アップ勉強会。これは、まあ目の前の定期テストのやる気を引き出すものですね。こういった勉強会も開催していましたので、まあこちらにね、参加いただくと子供のやる気は引き出すことができたかなと思います。はい、次にアーカイブ動画で参加できますというお話を、していきたいと思います。はい、ということで今年はね、もう2020年もね、本当にもう間もなく終わるというタイミングで、合計4回、先ほど言った高校受験やる気アップ勉強会、定期テストやる気アップ勉強会、あとは、8月に行った高校受験対策勉強会と、日山留学中高勉強会、今回行ったものですね、合計4回、やってきました。もしね、1回でもご参加いただいていたら、本当にありがとうございます。で、これらの勉強会、もちろんね、見逃してしまったとかね、参加したかったけど、タイミング合わずできなかったとか、あとは、まあ、その開催された時点ではまだ僕のこと知らなかったって方も結構いらっしゃると思います。なので今回ね、すべてアーカイブ動画という形で参加ね、できるように、しましたので、もし興味があったら、この動画のね、下の詳細欄のところに、アーカイブ、動画一覧をね、見られるページをね、貼っておきますので、まあ、もし興味があったら、こちら、ご覧いただけると嬉しく思います。はい、ということで今回はね、ズーム勉強会の様子、こちらについて詳しくお話ししました。まあ、もしね、今後タイミングがあったら一緒にね、直接お会いして、まあもちろんズームの可能性もありますが、直接お会いしていろいろお話できると、嬉しく思います。